上智大学の佐久間みなみです。将来の夢をお願いします。将来はあまり詳しくはないんですけど、仕事で世界を飛び回れたらいいなと思っております。では撮影の意気込みをお願いします。今回は初めての CM 撮影なので結構緊張はしているんですけど、最後まで楽しくやっていきたいと思います。青山学院大学田本しおりです。はい、はい、将来の夢は海外で働くことです。撮影の意気込みをお願いします。はい、頑張ります。ミスサークルコンテストグランプリの平立正樹です。将来の夢をお願いします。将来の夢は女優になることです。撮影の意気込みをお願いします。ずっと楽しみにしてたので今日はとてもワクワクしています。首都大学東京の山田凛子です。将来の夢をお願いします。将来の夢は幸せな家庭を築くことです。撮影の意気込みをお願いします。CM 撮影は初めてなのですごく緊張してますが頑張りたいです。成蹊大学登坂明子です。将来の夢お願いします。将来の夢はお嫁さんです。撮影の意気込みをお願いします。楽しく笑顔で最後まで頑張りたいと思います。関西大学の佐々木ゆりです。将来の夢を教えてください。はい、美味しいものをたくさん食べて笑顔で過ごすことです。ではこれからの撮影の意気込みをお願いします。一生分の笑顔を出すつもりで頑張りたいと思います。はい、中央大学3年の中塚美穂です。将来の夢を教えてください。人と話すことが大好きなので何か話すお仕事がしたいです。ではこれからの撮影の意気込みをお願いします。はい、すごく伊勢さんの CM に出させていただくということで緊張もしているんですが、自分らしさ全開で頑張りたいと思います。学習院大学の泉田ひな子です。将来の夢をお願いします。お嫁さんです。これからの撮影の意気込みをお願いします。頑張ります。ミス・オブ・ミスの中村優香です。将来の夢をお願いします。アナウンサーを目指しています。撮影の意気込みをお願いします。この CM を見てくださった全ての女性の方にリゼクリニックに通いたいと思っていただけるように頑張ります。フレッシュキャンパスコンテスト長松野々花です。将来の夢をお願いします。アナウンサーです。撮影の意気込みをお願いします。とにかく楽しんで頑張りたいと思います。東京大学の西村若菜です。将来の夢をお願いします。大学を卒業したいです。撮影の意気込みをお願いします。カットがたくさんあるので全部頑張りたいと思います。はい、国学院大学の篠間さやかです。将来の夢をお願いします。将来の夢は素敵な花嫁になることです。撮影の意気込みをお願いします。はい、私自身が今のリゼクリニックさんにお世話になっているので今回は自信を持って頑張っていきたいと思います。立教大学高木由里奈です。将来の夢を教えてください。今セントフォースに所属しているのでそのままアナウンサーを続けていきたいと思います。撮影の意気込みをお願いします。はい、このリゼポーズなんですけど結構私上手にできないのですごい緊張するんですけど一日頑張りたいと思います。慶応義塾大学ミスター SFC の阿部宏美です。将来の夢をお願いします。看護医療学部に通っているということもあり何らかの形で医療に関わりたいと思っています。ではこれからの撮影の意気込みを聞かせてください。ミスターの後輩たちに恥じないような CM を撮ることができるように頑張りたいと思います。関西大学の海田月です。将来の夢を教えてください。将来の夢は、職業は決まっていないので、まあ、いい父親になって幸せな家庭を築くことです。撮影の意気込みをお願いします。
CM に出れるなんて多分一生に一度もないので、まあ、人生で一番カッコつけて頑張りたいと思います。國學院大学山崎隆文です。将来の夢は俳優としていろいろと活躍できるように頑張ります。今回ミスターコンテストでグランプリを取ったということでいただいたこの賞なので元気にみんなで頑張りたいと思います。大山学院大学大野翔と申します。将来の夢は幸せな家庭を築くことです。 CM 撮影という貴重な経験をさせていただくので存分に楽しみたいと思います。はい、首都大学東京の須田大河です。将来の夢をお願いします。はい、将来の夢は、お父さんを超えるような父親になることです。撮影の意気込みをお願いします。はい、ミスターコン活動としてのは久々だったので、とても緊張しています。立教大学のリサルタルチバレンティアです。将来の夢をお願いします。将来の夢は、サッカーの指導者になることです。撮影の意気込みをお願いします。全ての人ができる体験ではないので、その中でも楽しんでやれたらなと思ってます。中央大学経済学部経済学科の新田亮介です。将来の夢をお願いします。はい、将来の夢は笑われることが多いんですけど、かっこいいおじいちゃんになることです。撮影の意気込みをお願いします。はい、なかなかこう体験できない貴重な経験になると思うので、今日という一日頑張っていきたいと思います。東京大学の中谷智和です。将来の夢をお願いします。自分の成し得たことで人が幸せになる人生を送りたいです。一生で一回の機会だと思うので、全力で楽しみたいです。はい、結構大変だなと思うところもあったんですけど、みんなで楽しくやれたかなと思います。はい、これまでに経験したことないようなセットの中で撮影させていただけてとても楽しかったです。すごくいろいろな方に支えられて CM が成り立っているのだなと思いました。今日は本当に楽しかったです。とっても楽しんで撮影できました。出来上がりが楽しみです。 OK です。 OK です。ありがとうございました。もうなんか女優さんや俳優さんたちは結構大変な思いをして頑張っているんだなと思いました。すごく緊張したんですけど自分なりに笑顔で頑張れたので良かったです。はい、久しぶりにミスやミスターの皆さんと会えてすごく楽しかったです。とても楽しい現場でした。ありがとうございました。緊張したんですけど楽しかったです。はい、もうものすごく楽しい撮影で、私もリゼクリニックさんには定期的に通わせていただいているんですけども、今日の衣装はこんな風に露出が高かったんですけども、肌が綺麗なのでやっぱり自信を持って取り組むことができました。すごく緊張したんですけど、いろんな方に支えてもらったってことで感謝でいっぱいです。セットも豪華でリムジンになれたりして楽しかったです。すごく思ったよりも本格的で、とてもメンバーも楽しかったメンバーなので気持ちよく撮影することができました。結構長くかかってしまったんですけど、すごい素敵に仕上がってると思うので CM 見るの楽しみです。ミスコンに出るという決意をしたおかげで今こういう貴重な経験をすることができました。CM 撮影初めての経験だったんですけども、すごい楽しかったです。あとまあミスの子たちもすごい可愛くてすごい幸せでした。はい、レッドカーペット歩くのがすごい初めてだったんですけど、いやでもすごい充実したいい撮影だったと思います。ありがとうございます。本当になんかテレビで見てるような感じで、自分がそこにいるのがちょっと不思議な感じで、まあ、あとは、まあ、ミスの子が綺麗かったです。はい、やっぱり緊張はしたんですけどとても楽しくできました。少し、長丁場になったんですけど、その中でもみんなと仲良く楽しく撮影できたので、とても一日充実してました。一日終わって、今までのこの人生で初めての経験になりました。今後もまあないのかなとは思っているので、大事な思い出にしたいと思っています。ありがとうございました。
明かりが強くてとても緊張したんですけど、自分なりには楽しんでやれました。